地球人の皆さん、こんばんは。私の名前はフリーザです。このeフットボールで一番強い日本人、あ、間違えた、一番強い地球人を探しに来ました。ワクワクするぞ。というわけで総合地層として見ていきましょう。左からリオネル・メッシ、リオネル・メッシ、一つ飛ばしてリオ、マルティネリ、マルティネリ、神どこ担えてマルキング、え、マルティ104、リオネル・メッシ以外で初の純正総合値104、マルティネリ、マルティネリ、はい、はい、エンバペ、エンバペかこれ、あ、エンバペや、この決定力とこのドリブル数値はエンバペ、あ、エンバペや、ここめっちゃエンバペ、キック力89もある、強なったな、エンバペ、うん、スタミナめっちゃあるな、あ、これついにストライカーセンス持ちのエンバペ来たんや、やっぱマジ、環境崩壊やん、ダブルタッチなくなっとる、うわ、これ悲しいな、え、でもスーパーサブついとるわ、え、めっちゃ強いやん、今回のエンバペ、やばくね、マルティネリ総合値 見づらなんか左上可能して全然総合値見えんだけど、総合値104、マルティネリがスーパーサブで総合値実質105、はい、使おう、腹詰まり、口内炎、二日酔い、どうも、隊長うんこです。ガブリエル・マルティネリを、使おう、イエーイ、初めてのEフットボールと言っても過言ではないんですよ、皆さん。もう今までアホみたいな企画ばっかりやったりとかね、ブルーロックコラボキャラクター使ったりとかでね、ガチンコEフットボールと、程遠い生活をしてきました。ようやくできるぜ。新シーズン始まって5日ぐらい経ったにもかかわらず、初めてマジでEフットボールすると思うんだから、マジで、下手でも文句言わないでよね。ってことで、このなんか若干崩した4213使ってやっていくんだけれども、この左ウィングのところに、この能力値丸々モリティネリを使っていきたいと思ったわけよ。マジでめちゃくちゃ強そうじゃないこれ。しかもライブアップデート B だからスーパーサブとの相性も最高にいいじゃねえか。おいおい、まるでエンバペだみたいな感じの声が四方八方から上がってきてますよ。ああ上がってきた。アーノルドね。まあ、アーノルド一人でもうディフェンスすることできますから、もうこのね、4人も3人もいたらね、絶対点取られませんよ。ほら見た、アラーホ来た右側。で、これはね、一気にカウンターした方がいいですね。こういう時、パスで逃げちゃダメ。男は黙ってドリブルや。最近ドリブル強くない？マジで。なんか神とこメッシとか全然取られんくない？ほらほらほら、はい、聞いた。嘘、逆に横パスめちゃくちゃ弱くなっとることないですか？わかります？めちゃくちゃなんか鼻水みたいな横パス飛びますよ。ブビューみたいな。あ、まずいかも。いや、大丈夫。こんだけ前ついてるから。絶対こんだけ前ついてやられるわけないから。マジで。ほらね。もうやばいよ。あの日々が俺に自信を与えた。横パスだ。さあ、中行くか？縦行く！シュート見せかけてダブルダッチぶち抜いていく！うへぇ！ガンガンウィンガー使ってドリブルをするっていう感覚を、ニュー、ニューしてけ、ニュー！はい、まあ、じゃあなんか今日はダメだな。逃げかじゃ。おいな、うらぁ！まあ、敵のスカット的にも考えてさ、負けるわけにはいかねえんだよな。あ、だから俺これね、あの左側のセンターバックね、バレンジさ強いって言われたんですけど、嘘やないかい！嘘にこっちで負けとるやないか、おめろっぱ、おい。チュ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 、来たチュ、抜きます。あ、楽しい。おい、突っ込め突っ込め、お前、俺が裏見とっから。ナイスナイス、抜かれても全然ええよ。そっからしっかり相手を追っかけてな、クロスを蹴らせない。そういうことなんや。みんなで力を合わせてからディフェンスをする。なんて楽しいんだ。発展途上国から先進国に移籍してきた時と同じ気持ちだよ。メッシ、飛んで、ナイス、フリット。ええー、それ体使おうや。うわ、こんかくれって。あぶねえ、富安立ってるだけ。まる、負けるわけねえか。お、水戸団とかよりやん、雑魚。水戸からサッカー乱した感じ、雑魚。俺、丸団だから。行くぜ。いつもだったらね、基本的に右側から攻撃してるんですけど、肘を変える。今日は左手に矛、右側に立ってた。スルバラー、あー、ボール来ないよ。適当になんか当てずっぽうで、なんかコースキーの好きなんですよね。いけるか、いけるか、これいけるか。絶対にこうだ。で、こっからこう蹴って、絶対もらったぞ、すでにゴール前は終わり。いや、やめない、抜く、よし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 、結構ね、結構ね、なんで前ゴールちゃうんかい。まあ、ダブルタッチは持ってないけど、ヒールリフトを持ってるというところ、これ証明できたんで、まあ、おんの字としますか。デヨング、取れる。いやー、デヨングギリ取れない。いや、さすがに蹴らせ、蹴ったー。代わりに蹴ってあげる優しいガチで。もちろん左側からや、お前。わしが練習来とるか上がっとんか、お前。マルティネリで、ドリブルしに来てんねん。このボールコントスピードします、ウェイマイボール、これでじわ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 上がってくってわけよ、マジで。ICO21 やってくわけよ、マジで。飛び散りで逆サイド、ウェイ、やばくないやばくないやばくない、いや、全然人いる。大丈夫。あまりにも余裕。あまりにも余裕。もう何やっとんじゃん、お前がさっきからボール相手にやっとんや、このカソ、おい、カイドウに黙って山本坊ちゃんに飯やっとるやつみたいな、ムードやめろ。これは厳しいですね。さすがにドリブルするしかないな。行こうぜ、マデリ。黙っていい、おっ、うわー、
最高か。ここだぜ。そう。そう。だってさ、たーかたまらん。いけるこれ。おつけ。いける、いけるいけるいける、マジでどんどんやってこう。ガンガン回数かまったらいつか絶対やる。バレーションがやった、ワンツーや。うわー、相手のワンツーも気持ちいい。また敵との共闘、まるで劇場版マルテリにするまだ足ります。うわあ、なんでダッシュしちゃうんだろう。あ、見よう、これが TPS の証だ。いやもう全然思んなかったですマジで。もう明日やめようかなこのゲーム。なんか俺宅建の勉強とかしたいもん普通に。今回なんか YouTube がダメになっちゃって職につかなきゃいけないっていう時とかにめっちゃ便利やん。でもイウトボールめっちゃ練習してからディビション巻いてもさ、なんもいきんやん。意味ないもんな、こんなことやっとってもな。全然もうやめよう。でももうええわ、もうこの試合もやらなくていいか。やるぜーぶっ壊して、うおーい、マジマルティリのドリブルやばかった。爆速スライドドリブルとかもできるようになっとるした。レイバーチャンネルが相手の動きを見ながら冷静ドリブルすることができるようになればめっちゃ強くなるぞ。まあそんな時はこの辺だけどね。工場とかだったらね、使っちゃってもいいのかなとか思っちゃうんですけれども、使っちゃう。お前なんかインベーダーの雑魚敵みたいな感じなんで、ボコボコっすねこれ。はい、決定力高いんだから、マジコンかけろコンか。ああ間違い間違い、こっち。そりゃマルティネリーじゃろ。バースト行くぜ。ディガーで止めれんの、マルティネリーの縦ドリブルをな。絶対無理よ。まあ絶対無理、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 絶対無理やから。これがマルティネリーだー。なぜなぜあらゆるドリブラーがあそこからコントロールカーブを蹴って決めているにもかかわらず、決定力92のマルティネリーが決まらない。なーぜ、なぜだー、なぜなんだ、なぜフィジカルコンタクトもスピードも瞬発も何もかも全ての数値で奪われてるのにドリブラー抜けないの。なぜ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 、関節という概念存在。バレーチ、いい子だ。バーストしよう。空いてるスペース見つけたらバーストする。これはマルティネリーを使う上で最も重要なことだ。ガンガンやってけマジで。一回ミスったからってやめるんじゃねえぞ。あ、止まるんじゃねえぞマジで。絶対ここするボス。甘いねマジで。あえて穴を作っててめえをおびき寄せてるってことに気づかねえかタコ。落とそう。落とそう。変更しよう。これチネリだろ。ここ!いけ!なんでだよ!何がダメか分かった。マジで、考えとる時間が、お長すぎ。もうボール持ったら、うせぇよバカさん、殺すぞ、はぁ、あ、ありがとう。こういう時はな、無難に繋いでいこうや。ロングボールとかギャンブル勝利系ダメなんよ。試合率が下がってしまう。言うところが楽しくなくなっちゃう。何しとんねんこれ、前蹴れよタコが、蹴るな、ナイス、さすがトミヤさん。ちょ、蹴れよ、お前それやめろってか、ちょ、俺、蹴、だが、ぶつけんな、もうつまんねえよ。パスやれるって言うからパスやらせてんだろうか、やれや。できませんって言えじゃん、プスできませんって、情けねえ子で言え、ブヒーってする場所ボケ、行くぞマルティネリー。原則、そうそう、コンクがツッコめザコ待って、嘘でしょこれ、バレージめっちゃ弱いやん。さてバス、チネさんすればかな、パスもできま、あ、できへんのかい、なんでやれお前、ちょっとずらしてからパスのパターンやろ今の動画が。いや来た、いや、なんで来たね、来た、来た、うん、来た、顔だ顔だ、いや、やらせよ、してして、やらせる。あ、いや、ちょっとキャバクラ行った時みたいになっちゃいました、ごめんなさい。さっきカレーラーメン食ったけどさ、めっちゃうんこ来たい。あれうんこやん、立てます、来た、すねりこねたりする、いや、いい、こういう時に判断早く、そう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 、落としてするばや。いや、お前、持ってけ、バレてねえって、マジで、素直すぎる、この子。イエーイ!やったぜ!どうする?あえてこっち、くぅー!ここだろ。いいね!だる、止めす。止める。勝てるぞ。止めすためだ。すれば。来た、バレージ、ようやくワンタッチパス生きたな。バーストするっしょ。空いてるスペースから突っ込む!倒れた、倒れたからファールです。おい、お母さんやったら絶対今のファールやん、マジでって言いながらみかん食うぞこれ。取れますかって、ほら来て、やれ、もうあれ、いや、そう回ろうぜチネ、マジでボディコン90ぐらいあるだろうが、なんでそこまで行ってか、ボール奪えんの、手取れんの、舐めとる、ほら。死ね、なシュート弱ー、取れません、急げ、ここ、ガー、今行けたのに、くそー、勝ち点100よこせ、上、上上上、うんこ、うんこうんこ、うんこ、勝ち点だろ、マルティネリーの練習来てよ、お前、おい。
縦パスしてからボール奪われに来たんか、シュート打つ直前に引っかかりに来たんかちゃうやろ。高い決定力を持ってコントロールカーブ沈めに来たら絶好調だ。いやバレージなんかやっぱねあんまりボール奪えてないですこれ。あれだからネットって嘘を嘘と見抜けない人間使うの難しいから、まああれ全然嘘じゃないんだけど、俺の存在自体が嘘なんだけど。行くぞー、開幕はどうしますか。そうです、マルティエンリバーストリーム絶好調ということは、ユースボールで行動で一番速いドリブルするがマルティエンリなんです。丸うわっと、いよーすごい、今奪われてからなんかベリナルドチームの前に立つまでのスピード感やばかったくね。ちゃうやろ、まず取られんだぞこい。来た、そうこれが待ってた、こう落としてこっちでこうでこうで、でマルティエンリがこっからクソデカコントロールカーブね。いや悪くない、もらってよし、イエーイ。なんで多種多様なパス使ってけ、グランダーだけじゃねえ、フライも使ってく、これがね猛者と見える一番の原因ですよ。オーケー来た、いやスルパするかさすがに、いややめよう、ブブしてもだっていけるの、いけるの、もう甘かったな、これでいいんだよマジで。いいわ、うわイエーイ、ほらこれなんですよ、マルティエンリは走って止まって走って止まって走んの、これですよ、まずもう K ぐらい走るから、もう走って走って走るから、いくぞ、おいゲロアイ、飛び突っ込むだけでボール奪います、飛びやすが痛いな、ファールってこと、ふざけんなよ、濡れ切れだろこんな、マジでビッチのパンティーかよクソがや、はぁガル、お前ずるいって、ずるいずるいってずるい、何この非人道的な行為の応酬はよ、だるするば、お前バカだな、マルティエンリパスもできねえよバカ、左ワンタッチパスで、ここで冷静になれ、フラスルなんだよな、このでっけえスペースにマルティエンリが突っ込んでくるわけ、するまで行くから、すんな二度と、落ち着け、お前バカバカバカ、もう全然ちげえだろうな、キックウェイとしてのツッとらんのじゃ、わかるか、ボール持って落ち着けって言うとボケがよ、死ねえザコが、ドリブルで生きる数がいっちゃいけない、うわぁ生きりてぇ、あぁトミエスでかすぎガチで、こいつだ、俺が求めてるの、バーストでパスやんねえ、パス切ってんじゃん、じゃあ中行こう、これやろ、死ねえ、うぇーさぁ決定を90年と決めた方がいっちゃう、こっち勝負、めちゃくちゃ良かったね、マジでドリブルの感じも含めて、立てます、レオこっち向いて、インパクトシュート攻撃や決まれ、でもやっぱりこの怒りに身を任せてる状態で打つインパクトシュートは楽しい、女の鼻をぶん殴ってるみたいな、最高、止め、潰せ、潰せんだよな、トミーやつまで、ちょ、売り行くんだ、こっち、潰せば、そう、間に合った、一気に行け、一気に行け、ドキー、マジでやってる、あ、来た、どれもうマジもうさ、あ、待って待って待って、もうな、なんで取る、今からディフェンスやと思ってカーソル勝っとったらなんか前もらったらし、金ももう、もうこの動画撮り終わったら絶対もう今日で引退や、命が持ったら一番に、もうコミに怒られちゃう、このままじゃ、お前が生きてるだけで酸素がもったいないみたいな言い過ぎやろ、ええよ、潰して、オッケーイ、ここここ立てます、逆も、そうそうそう、一回な、一回竹下使って、これ売り上げ良くないか、普通に。だよなさあ、立てやよ、すいません。時間が違うんですよ。来たなぜだ、マルティエンリー、ふざけるな、何が、何がしたい、来た来たわ、やったー、決勝か、マルティエンリー、無参画、以上。